はい、基本一人です。いつもありがとうございます。1月も末になりましてね、外はね、かなり寒いですね。自宅の自室にいるわけですけどね、こちらはね、あったかいです。去年の、春にですね、エアコンを導入しましてね、暖房をしてますね。しかもね、暖房しなくてもね、かなり日差しがね、入るんでね、以前からね、かなりあったかい部屋ですね、冬はね。午前中の10時ぐらいからね、午後3時ぐらいまではね、ここの部屋にいるっていうことはね、日向ぼっこをね、してるようなもんですね。そんな感じのね、いい感じの部屋なんで、今日はね、母親もいませんので、お昼ご飯をね、一人で食べるわけですけどね、こちらですね、こちらで日向ぼっこしながら、食べていこうと思います。はい。今回のお昼も簡単です。まず昨日のお昼に食べたね、麻婆豆腐がこれだけ残ってるんで、これを電子レンジで、温め直しますね。そしてね、こちら、昨日の夜食べたキムチ鍋がこれだけ残ってるんで、これも、温め直してね、今回は、調理はなしということで、作っていきますね。ご飯よそって。キムチ鍋。ということで、自分の部屋で食べていこうと思います。はい。いただきます。さあさあ、麻婆豆腐から。キムチ鍋。おいしいね。さすがにこれだけね、おかずが、量がね、多いんで、納豆をやめましたね。ご飯も炊きたてで美味しいです。麻婆豆腐ね、母親があんまり好きじゃないんでね、やらなかったんですけどね。この前ちょっと、昨日か、久しぶりにね、やって食べてもらったらね、結構ね、食べてくれたんですね。なんかちょっと最近母親の方の食欲がね、結構あるみたいで。よかったです。キムチ鍋の方はね、母親も文句なく、好きで食べてくれるんで。もう15年ぐらい前かな。母親がね、入院したことがあるんですね。2週間ぐらいね。
配下なんかがちょっとね、悪くてね。その時ね、3人でまだ、入院してるね、弟もね、家にいてですね、3人でね、僕がご飯を作ってね、洗濯とか全部やって、生活してた時期があったんだけどね。いや、その時はね、よく麻婆豆腐作りましたね。本当に。1週間に1回ぐらい。味噌汁代わりにね。うん。母親がね、入院してた時期ってよく覚えてるんですね。なんでかっていうとね、ハンカチ王子ですね。名前ちょっと忘れちゃったけど、その後、高校野球からね、プロ野球の選手になった方いますけどね、投手の方で。そのハンカチ王子がね、すごくね、なんていうか、人気がその頃あってね、すごくね、甲子園で活躍しててね、ちょうど甲子園真っ盛りの頃で、それをね、よく覚えてます。本当は味噌汁もね、冷蔵庫にあるんだけど、ちょっと汁っぽいおかずがね、二つあるんで、ちょっと味噌汁もやめましたね。量も多いし。うん。この前ね、動画でぼっち飯やった時にね、いつもね、割と同じ動画ばっかりで、ちょっとマンネリ化というか、ネタ切れとかね、そういう感じのね、ちょっと弱気なね、発言をね、結構ね、食事しながら、お話ししたんですけどね、それに対するコメント欄が割と温かい意見がね、多くてね、なんかすごく嬉しかったです。まあ、よそにまあね、マンネリ化でもいいよとか、私は十分ね、同じような動画に見えますけど、細かいところが違うから、十分楽しんでますとかね、優しい言葉をね、かけていただいて、すごくね、勇気づけられたというか、本当にありがとうございますっていう感じです。まあ、そうは言ってもね、少しずつできる範囲でね、ちょっと、また、動画ね、あんまりジャンル的にね、違う動画は作りたくないんですけどね。まあ、今の動画に寄り添った感じでね、ちょっと違うものを、作っていきたいなとは思います。ネタもね、多い方がいいですからね。はい、ごちそうさまでした。今日は昨日の残り物ですね、麻婆豆腐と、キムチ鍋ですね、こちらを温め直しただけですけどもね、まあ、いつもね、割とお昼ご飯っていうのは、
割と残り物を処理するというね、感じになっちゃいますけど、まあこんな感じでいつも食べてますね。はい、ということで、以上です。はい、ちょっと家の中映しますね。こんな感じで、久しぶりに映しましたけど、洗濯干してますね、いつもあそこに。まあ、ちょっとね、寝床とね、テーブルの上だけちょっと片付けましたけど、いつもこんな感じですね。はい。エアコンのリモコンと照明のリモコンがあります。はい、パソコンですね。ここで、パソコンやったりとか、あとはこっちでね、結構寝転がりながら、座椅子に寝転がりながらね、タブレットでね、ネットしたりとか、そんな感じですかね。あとはね、足元が寒いんで、電気の膝掛けですね。こちら、暖房と一緒に併用してますね。あとはね、まあ普通に、こんな感じですかね。またね、午前中のルーティン動画とか、夜のルーティン動画みたいのもね、またちょっとやってみたいなと思いますね、久しぶりにね。はい。コーヒー飲みます。お菓子はこれです。リッツのね、チョコサンドってやつですね。まあ、塩味のね、クラッカーにチョコが挟んであるって。最近これね、好きでよく買ってきます。いただきます。まあ、最近はね、外出ても寒いだけなんで、ここでね、日向ぼっこしながら、まあね、タブレットでね、ネット見たりとか、まあ当然ですけど、たまには、YouTube のね、編集やったりとか、仕事っぽいこともして、いますけどね。まあなかなか、こういう感じでね、いると、外出たくなくなっちゃいますね、ほんとね。はい。最近ね、Vlog をいろいろ、僕以外のね、Vlog を見るわけですけどね、最近ね、大チャンネルさんっていうのかな。割とは、若い、男の方ですね。まだ20代だと思いますけどね。まあ仕事から帰ってきてね、まあ疲れてるんですけど、割とそう言っちゃね、失礼かもしれないけどね、こう、古いね、まあちょっと言い方悪いけどね、許してほしいんだけど、
結構ね、ボロボロのあのね、住まいにね、一人で暮らしされててね、まあ昭和な感じですね。そこでまあ生活しててね、ご飯を食べるっていう、まあご飯を食べるのがメインの動画なんですけどね、会社に行って疲れ果てて、ご飯をね、食べる動画がね、意外とね、癒されるっていうことでね、なんか人気みたいですね。で、たまにね、仲のいいお兄さんがね、来てね、一緒にね、カレー、この前はカレー作ってましたね。カレーをね、作って、一緒に食べるというね。そんなにね、会話がね、弾むわけでもないんだけどね。なんかすごくね、静かな感じで、癒される感じの。で、兄弟も仲がいいからね、なんかすごく、兄弟愛みたいなのもね、感じられてね、その辺が人気なのかな。やっぱりね、Vlog ってね、親子で仲がいいとかね、兄弟で仲がいいとかね、そういうの意外と見てくれるんですね。それぐらいね、なんかね、世知辛いというかね、世知辛いというか、そういう世の中になってんのかな。コメント欄なんか見てもね、結構、40代ぐらいの大人の人だと思うんだけど、最近自分はね、兄弟とほとんどね、たまに会ってもね、話がしないってね、あとは親子でね、そんな仲良くないっていうような方がね、なんか兄弟仲良かったりする動画を見てね、なんかすごく癒されるそうです。まあ、そういう感じでね、僕もね、結構、たまにちょっと意識してみるんですけどね。まあ、うちもね、そんなに親子でね、仲悪いわけじゃなくて仲いいんで、兄弟も仲いいんでね、そういうところをね、なんか、見てくれてるのかな、なんて思いながら。ちょっと話しすぎましたけど。兄弟とかね、親子はね、仲いいに越したことないですね。母親なんかもね、よく話するんだけど、母親のね、お友達の方でもね、息子とはあんまり仲が良くないとかね。そういうか、ことを言っている方いらっしゃってね。まあそんな話になるんですね。で、結局ね、まあうちは、弟が病気だったりとか、してるわけですね。二人とも病気で、いるわけだけどね。親子、兄弟仲いいのだけはね、よかったねっていう話になるんですね。結局そんな話でね。はい、ごちそうさまでした。あと1個あったかな？あ、あと1個あるか。あと1個。ビスケットありました。また、弟ね、2週間ぶりぐらいでね、そろそろ、またお昼ご飯を一緒に食べますんでね。また仲良く動画が撮れればいいなと思ってますね。ということで、最後まで見ていただいた方、ありがとうございました。基本一人でした。